はい、こんにちは。ですね、まあ、全部アイテムを揃いましたし、ここだよな。あ、そうそう、もうさっき止めたばっかりだから、まああともう本当になんだろうな、忘れてた。あのここのなんだろうね、なんていうの、まあ、ちょっとここら辺だけあの収録でもうラスボスだけのやつで味気ないからこういうのをちょっと入れてるけども、そのラスボスってもう自分はもう何百回でやってるから、もう別にそう初見だったら結構さ攻略を考えてどうのこうのってあるかもしれないけど、もうこればっかりあのね、あの昔にさラスボスだけの最強パスワードでラスボスに挑めるっていうパスワードあったのよ。もう今は忘れちゃったけど、あーもうここにね、でここでシンボルエンカールもないんだよな。多分もう最後あの容量もなくなっちゃったんじゃない、こういうの作ったけどもう容量の関係でもういいやみたいな感じになったんじゃないですか。さっきやられてますからね、まあ、はっきり言って収録2回目です。もうここまで来たらあのこう止まるでしょ、だからもうゴリ押しの方が強いのよ。なんかよくわかんない、もうひたすら平連だよな。はい、で一応はあちょっと待って、まず鬼面符でこれ多分鬼面符有効になってるのはコマで、で一応波動拳で迎撃をします。ああ、やっぱ無理か。今、カネ食らったでしょ。ここで、攻撃で撃ってないともったいないんだよな。でも、ここら辺はもう、なんていうの、あんまり欲張らない。今の食らったのはしょうがないかな。ちょっともうこれの繰り返しなんだけどな。もう前来てる時はもうしのぐ、ここであんまりよくばると食らうだけ。でこう最後だから体力あるんだよな。だからもう食らわないようにいく努力はある程度必要ですよね。ああ食らっちゃったな。本当はあれだよな、ああいうので食らっちゃダメなんだよな。もうあんまりよくし欲張っちゃダメなんだって。で攻撃するんだったら早くで、もうある程度近づいてきたら防御に徹する。
おし、もういいんじゃない。あ、シガー発、シガー発当ててたら上等。やっぱ早期用に来ると思った。ああ、これ負けか。くそ、負けか。ここはあれだな、もうこれ負けだな。まあ自分が悪いわ。あった、あった、倒したよ。これ盛り上がったんじゃない、見てる人からしたら。いや、もう私はね、あの、あんまラスボスは興味ないんで。ラスボスだけもうだいぶやったんでね。一応通してクリアは初めてかな。いやー、でもそうだな、今本当に初めてクリアし、通してクリアしたにもかかわらず全然感動がない。完全に視聴者用っていうか、どうなんだろうな、ラスボスってほんと興味ないんで。なんか1面2面3面で、初見だったらラスボスっていうのは盛り上がるけど、うん、まあでももうそうだな、ラスボスなんか小学校の頃にもう何百回でやってるからね。で、大体どれぐらい、あの、なんだろう、体力が結構タフでとかで、攻略法ももう解明して、解明っていうか自分じゃ編み出してるし、大体慣れた人はみんなああいう風にするんだよね。これ結局実名で開けてないから、こういうの出しても意味ないんじゃないの。やっぱりこの頃はもうプライバシーとかで、なんかちょ、もう、あの、なんだろう、なんだろう、ゲームニックネームみたいなんで流してるから意味ないんだよな。はい、終わりました。どこで笑ったらいいか分かんないね、うん、十字キー何も聞きませんし。あー、でも終わったな。どこで終わっていいか分かんないです。一応次のゲームってもう考え、うん、どうしよう、何しよう、考えてなくて、一旦お休みしようかなと思ってます。まあ、あのね、このゲームちょっと自分的にはもう1面のボス、2面のボス、3面のボスで、まあ、自分的にはもう十分なんですよ。それで、あの 3D 迷路やってボス倒して、で2面の 3D 迷路やってボス倒して、で3面の 3D 迷路、攻略してんでボス倒してて、もうそれで十分なんで。もうラスボスってね、確かラスボスパスワードっていうのはあるんだよな。それで、あの、ひたすらやったんでね。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。